はい、こんばんは、いとチャンネルです、6月13日でしたけど、いかがお過ごしだったでしょうか。日曜日ですね。でですね、私はね、今日はね、珍しくね、前回も話したんですけど、アンケートモニターみたいな感じでね、座談会とかっていうのがあって、久しぶりにね、渋谷行ってきたんですよね、今日ね。そして結構ね、もう渋谷人多くてね、多くてもうね、若い子がいっぱいいるんですよね。びっくりするぐらいね、いてね。もうね、若い子多すぎてね、このね、僕みたいなね、おっさんはね、すごく居心地の悪い街なんですよね、渋谷って実は。若い人ばっかりなんだもんって、ね、ちょっと時間あったからお昼ご飯食べようと思ってね、お昼ご飯の店行ったらね、みんな若い子で、ね、もうね、おっさん超居心地悪い。エレベーター乗るのにもね、もう若い子の中に一人だけおっさんが混じってるっていう状態でね、本当居心地悪いなと思ってね、もう早々に立ち去ろうと思って、用事をね、済ませた後、早々に帰るんですけど、渋谷からね、品川に一回行って、品川から乗り換えるって感じだったんですけど、そうなんですよ、渋谷から品川行くまでって山手線走ってるんですけど、山手線もね、一周ちゃんと最後まで行ってくれればいいんですけど、途中のね、大崎で止まったりするんですよね。でね、僕にたまたま適当にポンって乗ったのが大崎止まりのやつ で、大崎でね、また止まって乗り換えて、一駅なんですけどね、大崎から品川まで一駅なんですけど、一駅のね、時にね、パーンとね、一回降りて、で、また次の電車来るの待ってたんですけど、パッと前見たらね、すごい髪の毛の長いね、もうスタイルのいいね、美女がいたんですよ。そのたまたまね、その美女の後ろに僕がついてて、ああ、髪、綺麗な髪だなぁ、なんて思ってね、見てたんですよね。で、そこでね、電車がバーッと来てね、品川行きのね、電車がバーッと来てね、そのね、髪の毛がね、ふわってね、舞ってね、僕のね、鼻にね、このトリートメントのいい香りがね、ふわってきてね、わあ、やっぱりね、女性っていい香りするんだなぁ、なんて思ってね。で、そのまま、あと、まあ、たまたま後ろについてたから、そのまま電車乗ったんですけど、で、そのね、じゃあどんな顔してるかなと思って気になってね、見たんですよね、その方のね。で、そしたらね、なんていうんですかね、トム・ブラウンっていう、いるじゃないですか、漫才コンビの。トム、ダメーってやる人ね。トム・ブラウンの髪長い感じのね、感じの方で、しかもね、男性でしたね。よく見るとね。男性かよみたいなね、ところでね、そういうね、ことがね、今日ありました。ね、久しぶりにトム・ブラウンに似てるね、やっぱりね、ああいう顔の方はやっぱり、ね、ロン毛にするんですかね。すごい綺麗なロン毛でね、女性だとずっと思ってたらね、思いっきりね、髪の長い男性でしたね。久しぶりにトム・ブラウンに似てる人見かけたなと思って。っていうお話です。ごめんなさいね。何話してんだって話ですけどね。はい、ということで、ちょっとくだらない話から始まってしまったんですけど、すいませんね。久しぶりにね、外出るとこういうことがあったんでね、ついてちょっとね、ネタにして今日ちょっと話してしまった。もう今日ね、これがあった時にね、もう今日いとチャンネルでこれ話そうと思ったんでね、今日はこのね、衝撃的なことがあってから、もう今日はこれはオープニングはこれだと決めましたんでね。はい、すいません。で、はい、今日はね、何するかというと、ですね、スーパーコンソール X の PC ボックスになるんですけど、ちょっとトラブル事例があって、そこの改善策のお話をしていこうかなと思います。で、どんなトラブルかというと、HDMI からね、音が出ないっていう、お話です。なんかテレビでその方つないでるんですけど、なんかね、つないだら音が出なくなっちゃいましたみたいな話があったんで、ちょっとね、そこら辺のね、お話をしていくんですけれども、どうもね、レアケースであるらしいです、これって。なので、そのね、直し方っていうのが、YouTube 上でちょっと流れてたんで、英語版でね、ちょっと流れてたんで、僕の方でちょっとそれを、見て解説していこうかなと思うんですけど、まあ、実際これでね、治るかどうかも正直わかんないです。僕もね、この症状出たわけじゃないからね、自分自身検証してないんですよね、これってね。出てないんで、僕が。シンプルに出てないから、この症状。なのでね、本当にね、治るかはちょっとわからないですけど、ぜひね、お試しいただければなと思います、じゃあ早速やっていくんですけど、まずね、ここのスタートボタンを押してもらって、 KODI メディアセンターっていうのをね、これ開いてください。こんな感じでね、
はい、今 KODI メディアセンター開きました。これね多分皆さん英語になってると思いますが、これ日本語対応にしてるんで、設定のところから日本語にできますので、設定いじってねやっていただければなと思います。でここのね設定のところですね、ここでね、ここ KODI の時はね、コントローラー、付属のコントローラーのね決定ボタンが逆になりますんで、A ボタンの位置のやつを押してください。そうするとこんな感じになります。でそこで設定行った後は今度システムですね、ここ右下のこのシステムに行ってください。はい、そうするとねシステムの設定になるんですけど、ここでね、実は細かな設定ができてて、オーディオですね、今回必要なところ、音が出ないって話なんでオーディオの設定になります。でここですね、オーディオの設定のこのオーディオ出力デバイスのところですね、これをクリックするとねいろいろいっぱいあるんですよ、バーっていっぱいあってね。でこれの中のディスプレイインテル PCH なんちゃらっていうのがあって、ポートシャープ2ってやつを選んでください。これですね、これがね時々ずれるらしいんですよ、なんかいろいろやると。まずはねこのポート2っていうやつをね、シャープ2ですね、今もう僕別に音出てるんでこれに、ね、ちゃんと選択されてるんですけど、よーく見てくださいね、出てない人はこれここがちゃんとこの、ディスプレイポート2になってるのをね確認してください。はい、でこれで押してもらって戻ります。はい、戻ります。で電源オフのボタンを押してもらって、エグジットトゥバトセラですね、バトセラに戻りますってことで、こちらの方で、決定ボタン A ボタンをまず押してくださいっていうのがまずねワンステップ目になります。はい、じゃあね次の、画面、この画面にバトセラに戻ってる画面になると思うんですけれども、ここでねまたスタートボタンを押してください。でここのねシステムですね、システム設定ってところに、間違っちゃった、ボタン、システム設定のところで決定ボタンを押してもらって、ね、バグるんですよね、さっきのねあれの決定ボタンが逆になるんでね、バグってキャンセルしちゃいましたけど。でこの中の、オーディオですね、オーディオ設定ここね、でこれのオーディオ出力がこれまたバグってる時があって、 HDMI2 PCI なんちゃらインテル PC1 これですね、これを設定してあげてください。これですね。で要はさっきのね選択したやつとさっき設定したものが一致してるよねっていうことなんですよ、これって一致させてこれで、OK になるはずです。これで音出るというお話です。これだけです、すごい簡単なんですけどねっていうことらしいんですけど、ぜひね音鳴らなくなっちゃったっていう人はね、ぜひここのところで、再度調整してみてください。そうするとね音出るかもしれないです。それ以外かもしれないです。それはね何で出てるか僕もわかんないんでね、音出なくなりませんで、ね、なりましたって言われたんでね、何をどうしたかわかんないからね、僕もねそれ以上ちょっとね答えようがなくて、今公式で出ている、トラブル事例としてはこういう形でなんかバグってずれちゃったり、さっきのねここのオーディオ設定のところですね、システムのオーディオ設定のところがバグってずれちゃったりすると、ここねさっきの、KODI のところ以外にもここのねバトセラの方の設定がリンクしてないっていうことでなんか音出なくなるらしいんで、このね2つをねしっかり設定していただければ出るんじゃないかなと思いますんで、出なくなっちゃった人いましたらね、で出なくなった人はなんか別のね HDMI の、接続をやると音が出るっていうなんか謎の状態になってるらしいんで、ぜひねこれをちょっと試してみていただければなと思います。じゃあね早速ね実際音出るかっていうの何本かゲームで遊んでみようかなと思うんですけど、もともと出てるからね、とりあえずね Wii あたりをちょっとね今日1本か2本ぐらい動かしてみようかなと思っております。はい、じゃあね1本目になります。ですねガンダムのスカットハンマーっていうゲームですね、これかなりね初期にね販売されたソフトですね、 Wii の中でもですね、今ちょっとはい、セーブファイル作ってもよろしいですかっていうことで入ってますね、動きますねとりあえずね、結構ね軽いゲームだと思うんでね、これはねヌンチャクをね思いっきり振るゲームです。ヌンチャクと Wii リモコンですね、これねSD ガンダムのガンダムがねいろいろこうですね、ガンダムハンマー振り回すっていう、ね、ちょっとしたミニゲーム的なゲームです。かなりね体力使いますので、ちょっとやっていこうかなと思いますけど、いけるかな。うん、まあ、ガンダムゲームは面白いですよね、どれもね。ユニバーサルセンチュリーですね。まあちょっとミニ
させるような時代、まあ、全然ねあのお金かかってないゲームです。あの Wii 発売するから頑張ってちょっと即席で作ったみたいなゲームですね、このゲームね。はい、ちょっと飛ばしますね。で音鳴ってますね、やっぱりちゃんとね。はい、最後に紹介しますが、ガンダム大事に出すってことでね、スカットハンマーですね。いいですね、音楽ですね。ちょっと音飛んでますね。でガンダムハンマー持ってるんですよね。まあなんかあのアムロとアムロの音っていうツッコミみたいな漫才みたいなのがあるんですけどね。本気でこっちね、こんな感じでね、ちょっと音ちょっと飛ぶかな。ちょっとねこうやってこれね、ウィーリングを振ってんですよ。で振り方がね、叩きつけ、直進、振り回し、右とかっていろいろあるんですけどね、核威力が変わりますから、もうね腕がねもげそうになってますね、すでに。まずコンピューターを破壊しようと思って、こんな感じでね、かなり気持ちよくね、よし、こんな感じでね、振り回してやれるようになって、もうね、肩がね、脱臼しそうですね、僕ね、年とは怖いものかっていうね、やっぱりね、ちょっと、腰には叶わないようなことも、こうやってね、遊んでるゲームですね。やっぱ、Wii のゲーム疲れますね、ゲーマー向けじゃないですけどね、結構こうやって、なんか、遊べるかなっていう。よし、ちょっと飛びますけどね、この飛びがね、なんかちょっと嫌だなっていう人、もしかしたらメモリ追加するとここら辺治るかもしれないですね、っていう風によく聞きます。メモリもね、僕ちょっと追加しようか今検討中なんですけどね、あまりにもこうポツポツ止まるようだったら不安定なんでね、ここら辺敵を倒せってことで、いきなりね陣を倒すことになりましたけど、こうやってよし、こんな感じでガンダムのね武器ね、ハンマーしかないんです、このゲーム基本的に。ガンダムハンマーをね、こうやって振り回すゲームなんでね。よし。ちょっと難しいですね、操作が。で、ザクに向かってね。よし。はい、こんな感じで。ザクめっちゃ出てきましたね。ザクめっちゃ出てきた。よし。こんな感じでね、ひたすらね、ストレス発散をしていくゲームなんですけど、カチカチ音なってね、僕がね、ウィールもこう振ってたんですね。もう疲れてきた。はい、こんな感じでね、ちゃんとこれ遊びますね。疲れるわ。いいわね、たまにはいいんですよね、こういうの。ああ、当たっちゃったら当たっちゃってる。命中がなかなか難しい。進めていくと多分ね、ゴックかなんかにね、こうガンダムハンターキャッチされたりするんですよね。原作通りにガンダムハンターキャッチされたりすると思いますけどね。多分わざとね、そういうね、バンダイは味なことしてくれますんで。まだ続くんですね、これね。よし、ちょっとやっぱりチームフロア行くとちょっと若干あれですね。よし、なんか早く振り回すあれもね、読んでるみたいな。ちょっとじゃあ次のフロアやって、もう体力持たないと思うんでね。うん、でも結構安定して動いてますね、これはね。まあ軽いんでね、このゲームは。よし、よし、よし。ザクがね、めちゃめちゃ強いんですよ、ザク。武装ゲームみたいな感じですね。よし。ちょっと強いとね、ああいう感じでクリティカルヒットみたいな感じで。クリティカルヒットみたいな。ジャンプもできますね。ジャンプ投げもできますね。ちょっと汗。やっぱね、こういうご時世だからこそ、こういうゲームやるべきなのかもしれない。テレワークもね。いいので改めて見直してもいいんじゃないかなと思いますけどね。よし、よし、よし、おお、はい、よいしょ、はい、こんな感じでね、気持ちよく遊べるかなと思います。シャーダクが出てきましたね。でシャーダク倒したあたりで今日はやめておきましょうかね。もうね、体力がね、もたねえわって言ってね。見てよ、これ。これは脱臼してるんだろうですね。あ、こんな感じでハミルがいました。ムサイ、ムサイと戦うわけですね、激震強化。まあ、ちょっと原作をやっぱりイメージしたストーリーにはなってるんですね。まあ、出てくる順番はね、多分ゴーハンとかビグダムとか出てくると思うんですね。最後ジオングだと思うんですけど、そんな感じでね、ミッションをねこうやりながらやっていくゲームなんですけど、オラ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 って、
カットしますね、これね、ストーリーになったら結構ヒットポイントありますね。よいしょ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 っていう感じですね。撤退だってことで、これで一応ねチュートリアル終わりということでございます。はい、ということでね、ちゃんとね音出ますし、スカットハンマーもね特注途中ちょっと止まりますけどね、一瞬ね、気になる方はねいっぱいいると思いますけど、まあエミュレーターなんでこんなもんかなと思います。はい、ということで、もう一本いくかな。はい、はい、じゃあ次のソフトなんですけど、バイオハザードですね。Wii でバイオハザード出てたんだみたいな話になると思うんですけど、実はね出てるんですよね。眼魂のゲームになってですね、アンブレラクロニクルとダークサイドクロニクルっていうのが出てまして、作成してもよろしいでしょうか。ちょっとあれですね、ちょっと離れた方がいいですね。はい、こんな感じでね、ちょっとね、ディスプレイから離れた感じになるので、はい、ちょっとマイクも、ね、含めてね調整しなきゃいけなくてですね。はい、こんな感じでね、これはいけそうですね。一応ね、こんな感じで、一応今やってますけど、ちょっと、なんか、マーカーも出ましたね。なので、ます。はい、ちょっとね、マイクの位置とそのコントローラーの位置がね、かなりね、ディスプレイがちっちゃいんですよね、これがね。シナリオのポイントですね。過去のね、アンブレラの、誰でも、ベリーカルかな、ね、バイオハザードゼロかな、作るんですかね。はい、いきまーす。はい、まあ、眼魂のシューティングゲームになりますね、これは。It was a stormy night when the leeches overwhelmed the Ecliptic Express. はい。で、かなりね、安定して動いてますね、これはね。こんな感じで。これはね、ウィーボンに気を変えると、標準で合わせるようにしますと。こんな感じですね。はい、どうぞ。違ってちょっとね、ああ重いな、重いですね。そうしてる時を切り替えてるのができます。ちょっと重たいですね。視点も動かすこと、視点を動かしてしまないですね。綺麗ですね、グラフィック超綺麗ですね、やっぱりね。バイオハザードですね、まあ、ハウスオブザデッド2とかになるけど、そんなのヘでもないかもしれないですね。ヘの突っ張りはいらんですよ状態かもしれない。マシンがなくなっちゃいました、ね。It's moving. ハズナはね、無限なんで。ちょっとね、まあ、なくなっちゃったりしましたね。ちょっとね、チュートリアルでかなり、ね、ゴジラがうざいですね。感じのところ。ナイフに。
head to the ladder. こんな感じで、ね、自動でこうやって動いてくる。音もねやっぱりねちゃんと出ますね。音の話今日ひたすらしてますけどね。そもそも音出てないっていう症状僕出てないんですけどね。大丈夫です。Never seen anything like this. なんとかボス戦まで行きたいんですけどね。ちょっと長そうですね。ところどころやっぱちょっと重たくなるけど、なんとかね遊べてる状況かなと思います。多分ね軽いシーンなんですよね。今はね重たいシーンに行くとちょっと重くなるかなと。ね、本当このバイオハザードね。見ましたあれじゃないこれ。グラニックキルですね、本当ね。もうちょっとね、これ手代が進むともっとね、Wii もね、軽快に動くんじゃないかな。ちょっとね、止まり止まりなんです。うわ、気持ち悪い。はい、というね、ここはあるんですけど、5戦まで行けるかな、ちょっと長そうなんでね、5戦まで行けるかな、グラフィック長期ですね、はい、チェックポイントまで来たんでね、とりあえず、はい、こんな感じでね、音も鳴るし、安定して動いてるかなと、安定はしてないですけどね、途中途中重くなってはいますけど、ちゃんと遊べるかなって思います。はい、ということで、今回いかがだったでしょうかね、スーパーコンソール X PC ボックスのね、音が出ないっていうね症状についての解決法についてのね、動画になりました。まあ、後半2本ね一応ちゃんと音出てるよっていう動作検証なんですけど、そうですね、バイオハザードが若干ちょっと止まってたかなっていうところが一部ありましたけど、まあ、ゲームとしては遊べるかなというところで丸を上げてもいいかなと思います。あとガンダムのねスカットハンマーもまあちょっと最初はポツポツ止まってはいたんですけど、まあ、気にならないレベルかなと思いますね。ポツポツ止まるレベルはね。はい。っていう状況でした。まあ、とりあえずね、今日はちょっと短めなんですけれども、まあね、あんまり検証動画いっぱい入れてもね、邪魔になっちゃうかなと思ったんで、まあ、2本ぐらいでとどめておこうかなと思います。とりあえずね、音が出ないっていう症状が出た時には、この動画チェックしていただければなと思います。はい、ということで、今回の動画ね、参考になったっていう人いましたり、もしくはね、この動画見て音出ない症状治りましたっていう人いましたらね、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。あとね、今後もね、なんかトラブルあったら、できるだけ解決方法を見つけるようにしますけど、どうしても仕様のもの、仕様ですね、こういう仕様のものなんとかなりませんかっていうのはね、仕様だからね、なんとかならないものはならないんですよね。そういうのはね、ちょっと一応コメント欄ぐらいで終わら、こういう回答になりますって話はしますけど、どうしてもね仕様なものはねできないことはやっぱありますんでね、こういう便利なことできないかなっていう話はあったりするんですけれども、それ仕様だからできないですって話になっちゃうんですよね、どうしてもね。だからね、僕もね改善したいなとは思うんですけど、僕もねねこのシステムを作ってるエンジニアとかじゃないんでね。はい、なのでこのシステムの仕様なものはどうしてもどうしようもないかなと思っております。はい、ということで、今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。またね、何かあればコメントいただければ幸いです。はい、じゃあ、伊藤チャンネルでした。ありがとうございます。